お、ピカチュウいるね。おい。あ、喜んでる。あ、かわいい。あ、めっちゃかわいい。どうもこんにちは、黒ネタです。ニューポケモンスナップ続きをプレイしていきたいと思います。さあ、前回は初めての夜の自然公園の調査を行ったんですけども、どうやらイルミナポケモンの反応があったということなんですよね。なので今回はそのポケモンに会いに行くみたいです。行きましょう。あ、行くところは前回のとこでいいんだよね。フロレオ自然公園と。あ、これか、イルミナスポット。あ、じゃあルートは違うのかな。あ、ルートも何もわかんないのか。そうか。まあ、行ってみるしかねえか。さあ、やってきました。新たな場所、イルミナスポット。あのはその辺りなんだけど。ほう。ちょっと周りを見てもらえるかな。はいはい。周りね。お？お、なんだ？メガニウム。あ、こいつがイルミナポケモン。近っ。すげえ地形じゃん。てかあれだね、全然怯えないね。あ、そうなの。オッケー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 。ほほー、なんかすげえ光ってんじゃん。あ、待って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 、急に走らないで、急に走らないで。あ、尻尾かわいいな。よいしょ。あ、いいよいいよいいよ。あ、いい構図よ。試しに装置。あ、なんか光ったぞ。ん？これか？あ、待って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 。早い。君早いよ。ちょっと。あ、いいよいいよいいよ。あ、いいよいいよいいよ。あ、この花の影響で光ってんのかな？あー、すごい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 。かわいい。待って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 。そんな走らないで。おい。ちなみに他のポケモンはいないのか？木が邪魔。こっちを向いてほしいんだが。あ、でもこの角度もなかなかいいね。さあ、前に来た。ちょっと引きの絵にして。あ、いよ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 。ほいほい、いいぞ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 。いよ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 、大きさは十分だな。ほい。あ、いねえ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 。あー、いいよいいよ。あー、いいよいいよいいよ。いいですよ、いいですよ。ちょいちょい走るんだよな。それは何なんだい。なんか人には懐いてるというか、そんな逃げないんだけど、全然こっちを見ねえんだよな。あ、見た。いいよ、いいよ。ついてこいって言ってんのか。なんかそんな風に見えるな。あ、行ってしまった。なんだと。え、終わり？あ、マジか。終わりか。あ、なんか最後にちょっとだけこっちを向いてくれたけども。なんだろう。また会いましょうみたいな、そんなことか。でもあれがイルミナポケモンなんだ。従来いるポケモンが光るってのがイルミナ現象なのかな。話したいことがたくさんあるけど、まずは評価を行おう。あ、いいねいいねいいね。あ、これとか選べないのか。あ、イルミナ現象を捉えていない写真は選べません。そうなの？あ、じゃあやっぱこの光輝いてるのがイルミナ現象なんだ。はあ、なるほど。そうか。ああ、じゃあこっち向いてくれた写真は関係ないの？マジかよ。
そうなると何がいいんだろうな。これか。どうだ、頼む、いい評価をしてくれ。イルミナスポット、メガニウム、バランスはいいと思うけどな。お、ポーズはいいよ。お、大きさもいい。あ、向きがちょっと悪いか。おお、5000点超え。やった、マジか。やっぱポーズってのがでかいな。喜んでたのかな。まあ、めったに見られないポーズなんだろうね。あ、しかもバランス良かったんだ。やったぜ。あ、レベル上がりますか。お、レベル2。オッケー、イルミナスポットレベル2。また一歩調査が進んだね。ポケモンたちも君に慣れてきたんじゃないかな。お、報酬ゲット。お、ベストショット。あ、写真評価で5000点以上のスコアを獲得したと。いいね。ナイスポーズ。あー、ポーズで1000点以上か。ん？優しき神秘。イルミナポケモンのメガニウムをフォト図鑑に登録した。なるほど。ん？セル塗り？あ、そんなのもできんの？フィルターか。ところで。イルミナポケモンのデータも得られたので報告があるよ。うん。オッケー。帰ってきましたよ。どうだった？綺麗だったよね。すごく大きくなかった？何か言ってた？リタ少し落ち着いて。リタちゃんも興味津々だな。まあ、そりゃあんなポケモンに会ったらね、聞きたいことたくさんあるよな。博士もはしゃいでたくせに。そうなんだ。あのメガニウムは間違いなくイルミナポケモンだよ。言い伝えとも一致する。言い伝えって、大昔すごい災いが起きた時。災い？イルミナポケモンのおかげで助かったとかいうやつ？そして、そのイルミナポケモンたちは、体に模様があって特別な光を放ってた。ああ。あの言い伝えは本当に起きたことだと僕は考えているんだ。災いってなんだろうな。ポケモンにとって災いなのか、人にとっても災いなのかで意味変わってくるけどな。歴史の真実を突き止めることが研究の鍵なんだよ。ん？博士、あのことは言わないの？なんだ？何を隠してる？もう遅いので続きを明日にしようか。なんだよ、もったいぶっちゃって。すぐ教えてくれよ。次の日なのかな。はい、おはようございます。昨日はよく眠れたかな。前にリタも言ってたけど、レンティル地方全土の調査をちょうど始めるとこだったんだ。ほう。そこに君が現れ、イルミナポケモンを見つけることができた。これは偶然か、それとも必然か、何か関係があるの？それはまだわからない。ただ一緒に調査に行けば何かが起こるかもしれない。まあ主人公補正ってやつよな。博士ってたまにすごく適当なとこあるよね。でも私も賛成。みんなで行った方が絶対楽しいし、と言いながらこの二人来ないんだよな。結局一人なんですよね。というわけなんだけど、正式に調査隊に入ってくれるかな。あ、まだ入ってないのか。そうか、体験会に参加してるだけなのか。まあここまで来たらね、入れてくださいよ。俺も調査に協力するよ。よし、ではその証にこのクルーバッジをあげよう。おいいね、クルーバッジ。あー、かっこいいね。
運に合ってるよ、ありがとう。じゃあ早速冒険に出発だね。あ、盛り上がってるとこ悪いんだけど、どうした？実はまだ準備ができていない。同じリアクションしちゃった。嘘でしょ？こんだけ盛り上げておいて準備できてないの？マジかよ。代わりにいいものあげるからちょっと待っててくれるかな。次調査に行くとき説明するよ。はい。お、またしても称号。あ、スタンプ？レンテル地方の調査隊に正式に加入したと。何かに使えんのか？あ、プロフィールアイコン。はい。いろいろと変えれんのか。まあそこら辺の設定は動画外でもいいのかな。では調査に行ってみましょう。何かくれるみたいだが、正式な隊員になった君にはこれあげよう。リンゴかな。使い方はリタよろしくね。どっからどう見てもリンゴだよな。え、博士最近楽してない？面倒ごと全部、あ、消えた。逃げたな。博士の野郎、面倒ごと全部リタちゃんに任してんな。私、助手だし説明するね。お願いします。これはね、これは、ふわりんごって言って、レンテル地方で採れる果物なの。ほう。ふわりんご。甘くて美味しいポケモンの大好物なんだよ。見た目は普通のリンゴだけど、軽くて柔らかいの。あー、だからふわリンゴなのか。ポケモンたちにあげるとすごく喜んでくれるんだよ。あー、なるほど。ポケモンたちにリンゴをあげて、その瞬間を取るのか。なるほど。実際にやってみよう。はい。これを使えばなかなかこっちを向いてくれないポケモンも正面を向いてくれたりすんのかな。なるほどね。B で投げられる。やってみます。お、ピカチュウいるね。ほい。あ、喜んでる。あ、かわいい。あ、めっちゃかわいい。あー、喜んでる。たまんねえな。なるほど。はい。L で操作、B で投げるね。じゃあもう一回やってみよう。はい。じゃあこの位置に、あ、ピカチュウ。ほい。でアップにすると。あ、でも気づいた。よ。あ、かわいい。めっちゃかわいい。あ、そうなんだ。食べないポケモンいんのか。ほれ。いいねー。これずっとやってられんぞ。はい、B で投げるだね。簡単だったでしょと。説明は終わったけど、まだ準備できてないって博士が言ってた。そうだ。その間、フワリングを使って撮影してみれば、あ、やりましょうよ。博士が言うには、いろいろな使い道があるんだって。いろいろな使い道？お、びっくりした。急に入ってくんなや。一つお知らせがあるよ。これからの調査をスムーズに進めるため、調査情報を共有しようと思うんだ。ほう。君たち、レンテルチャットは知ってるかな？なんだそれ？レンテル地方で使われているコミュニケーションツールのことだよ。ほう。リタが調査で気になったことを写真と一緒に送ることができる。僕がモニターを見て気づいたことも送っていくよ。へえ、なんか、
あんまりイメージが湧かないけども、ちなみにベースキャンプなどの右上に表示されるので調査の役に立ててみてねと。ほう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 。OK。 あ、なんか右上出てるな、 Y ボタン、これか。あ、これだ。なんだこれ。すべてのリクエスト、大きなあくび、お食事タイム、変な顔ですね。なんだこれ。これは一体なんだ。ちなみにこれを押せる。土台とそのあくびってどんな感じなのかな、ちょっと気にならない。あー、いわゆる写真の依頼ってことなのかな。それを気になるから撮ってきてねみたいなことなんでしょうか。ちょっとよくわかりませんが。あ、まだあるんだ。あ、フラージスだ。メガニウムの友達。この辺りに来るとキョロキョロするよね。友達を探しているのかな。ほう？まあ、この場合だったらドダイトスとかフラージェスとか、まあ、このポケモンがいるところは注意深く見た方がいいってことかな。オッケー。じゃあ調査行きましょう。では、再びフロレオ自然公園。んで、イルミナースポットでもいいのか？ちょっとこれ邪魔だな。閉じて、でもせっかくだったらさ、いろんなポケモンにリンゴあげたいよね。夜行きますか。さあやってきました。2回目の夜の自然公園。転送完了。さあ行こうか。まずヒバニー、食べろ。あれ？ヒバニー？あ、ヒバニー！リンゴに気づいてなかったのかな？なんだよ。あ、ピッパ、ほい。あれ？嘘でしょ？全然食べないんですけど。ほれ。ほれ。あ。あ、当てられるんだ。ちょっとかわいそうだけどな。バッフロン。あ、ヒバニ。ヒバニ。そんな辺にいるよね、ヒバニ。ほい。ヒバニ、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 全然食べねえじゃん。なんだよ。これ寝てるポケモンは、あ、起こせんのか。あ、でもそんだけ？あれ？案外便利じゃない。あ、闇カラス、ほい。もっと上か？使い方違う気がするな。あ、くそ、マジか。全然食べてくんないじゃん。サーチ。これか。あ、クリスタルフラワーと、もう一丁、ん？もう一つ。これ同じか？あ、キャタピーじゃん。ほい。ほれ。あー、食べに行ったけど。あ、行かねえな。ああ、ダメだ。むず。あ、ドダイトス。ほい。起きねえか。ああ、ダメだ。全く起きねえわ。食べてくんないんですけど。あ、あれ？あれ、光ってない？気のせいか。あ、ピジョット！ピジョット！ピジョット！リンゴです。リンゴです。リンゴです。気づいてください。食べてください。リンゴです。あ、ちょ、ペチャッとー、なんなんだよ。あ、ピッパかわいい。いいよ。あー、朝の方が良かったかなー。あ、ヤミカラース。ほい。あれ。懐いてないからなのかい？くー、ダメか。あ、ほうほう。あ、全然ダメじゃん。
もう普通に取るわ。ほい。よし。くそー、リンゴ試したいのにな。あ、カイロス。どうだ。あー、全然ダメだ。食べねえなー。おい。おい。リンゴだぞ。おい。ダメか。くそー。あ。こいつだったら食べんじゃない？ほい。あれ。あ。やっぱ使い方違うなー。なんだよー。かわいそうなことしてるだけじゃん、これ。ほい。あ、反応した？あ、反応した？あ、反応した？食べるのか？食べるのか？あ、食べたな！おっせえな！食べたけど、食べたけど、あー、ゴールが近い！マジかよ！あ、くそ！あ、これヒバニーか？くっ、ドダイトスの上に乗ってんな！ほい！ほい！サーチ！起きないか。ほい！よし！あ、いいよ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 ！その顔いいよ！ありがとう！あー、終わり！くぅー。あんまりだなー。戻ってきましたけども、いやほんとよ。取り足りないよ。食べてくれないんだもん。くそー。これささっと評価してもらって、昼の公園行ってみようかなー。これなかなかいいぞ。あ、でも前回結構いい評価だったんだけどな。試しにこれで、ビッパはこれにするか。で、バフロンはまあこれで、闇カラスは、んー、前回と変わんねえんだよな。まあこれにして、リンゴって映り込んだらダメとかあんのかな。何の写真だよこれ。とりあえずこれで。で、これキャタピー初めてだね。で、ドダイトス。まあこれか。ピジョットもこれしか取れてない。あ、これもいけんだ。クリスタクラバー。まあこれにして、評価お願いします。さあ、まずはヒバニー。あ、ポーズはいいんだ。あ、大きさもいいぞ。おー、意外に高い。4,798。やったー。でもあの姿でもポーズ5000ちょっとなんだ。そうか、そうか。で、まあ、記録更新ですね。オッケー。さあ、ビッパ。うわー、ポーズ低いわ。あ、でも大きさとかいいね。あー、とりあえず更新。3,661。惜しい1です。で、バッフロン。あ、何気にいいな。おー、マジ ?4000 超え。リンゴは関係なさそうだな。他のポケモンに含まれないよね。そうか、そうか。まあ、前回よりアップだったってのがでかいのかな。星に更新です。闇カラス。あ、いいよ。あー、でもちょっとだね。とりあえずこっち。ほほ。お、星さんで。大きさいいよ。おー、4300。オッケー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 。これは小さいし評価低いだろうな。まあまあそんなもんでしょう。さあ、ドダイトス。お、ナイスタイミング。どこが？あ、意外に高い。これで前回よりもポイント高いのか。全然アップじゃないし、カメラ目線でもないのに。マジか。
わかんねえ。これに至ってはわかんねえ。個人的にはこっちの方が好きなんだけどな。さあ、ピチョット。いいね。あー、まあ大きさはいいけど、あーでも4000ポイントいくんだ。オッケー、ピジョット星1。さあ、そしてクリスタフラワー。これは何を評価するんだよ。光を放つこの状態をイルミナ現象。あ、これもそうなんだ。さあ、評価終了。あ、で、これでレベル上がるかな？きたー！レベル2！レベルアップ。そうか。まだ夜の方がレベル1だったからポケモンたちも懐いてないというか、リンゴも食べなかったのか。あー、じゃあやっぱ昼の方に行くべきだったのかな。あ、なんだ？あー、EV だ！かわいい！トール。誰？いやー、博士、久しぶり。トール。さて。彼はトール。世界中を旅しているプロのカメラマン。へえ。いろんなポケモンを撮ったのは君、すごいじゃないか。いやー、それほどでも。トール、例のものは？なんだ？博士のお友達なの？以前一緒に旅した仲なんだ。へえ。今回の調査についてもいろいろアドバイスをもらっていたんだよ。あ、いたん？ん？いたんだよ。あれが今回開発したポット？いいね、昔を思い出すよ。とりあえず、イルミナポケモンの写真見せてよ。いいよ。こんなんですけど。お？誰？師匠？あ、バッジつけてる。ってことは、この子も調査隊の一員？フィル。師匠の一番弟子のフィルだ。よろしくな。あ、よろしく。本当は僕が撮影に行きたいところなんだけど、フィル行かせるってことでいいかな？え？トールがそう言うのなら僕は OK さ。勝手に決めないでよ。よくわかんない子供と行くの？マジか。あくまで僕の代わりだからね、そのバッジも貸してるだけ。ああ、そうなんだ。なんだよ。でもすごいのが取れたらちょうだいね。しっかりしてんな。で、調査ってなんだっけ？そういうところはなんか疎いというか、まあ、子供っぽいね。では、みんな集まったことだし、改めて今回の調査について説明しよう。お願いします。これが僕たちの暮らすフロレオ島で、今いる場所はここ。結構左側にいるんだな。そして今回の調査ではこの島を出て、え？わ、新しい島？最初に選べる場所はここだ。ねえねえ、なんでここが最初なの？ネオワン号が転送できる高エネルギー地点を特定できたからだよ。あ、じゃあどこにでも飛べるわけじゃないんだ。この島って冒険記にも出てくるところだよね。へえ。ちょいちょいその冒険記の話が出てくるんだけどさ、全く説明がないんだよな。そして彼はここでもポケモンが光るのを見たと書いている。じゃあ別のイルミナポケモンがいるってことか。100年ぶりとなるレンティル地方の冒険を楽しんでおいで。
あ、で、一旦戻ってくんのか。そうか。いや、ちょっとムービー見ちゃったせいで、なかなかいい時間だなぁ。まあ、できればね、昼の公園行ってリンゴをあげたかったんだけども、まあ、その楽しみは次回にしときましょうかね。なんか新たな場所に行くみたいだし、まあ、新たな場所で、新たなポケモンもいるのかな？に、リンゴとかをあげていろんな表情をね、撮ってみようと思います。というわけで今回はここまで。よかったら次回も見に来てください。ご視聴ありがとうございました。